さあそして今日から新メンバーになります。お願いします。はい、声優の青井翔太です。我が家の坪倉です。ドランクドラゴン鈴木拓です。よろしくお願いします。またこれすごいメンバーやな。お願いします。バラバラなんで。いや、びっくりしました。バラバラのメンバーが集まりました。全然旬じゃないし人気もねえし、なんでもないもんな。いや、翔太くんはそんなことない。そうです、大人気ですよ。もちろんそうです。ありがとうございます。僕木曜日から引っ越してきました。そうですね。そうですか。そうです。よろしくお願いします。デザインカットやね。デザインカットなんか言わへんやろ。足目ですね。足目で、足目、足目取り。そうです。MBS のね、イベントとかで一緒でしたもんね。ありがとうございました。その時は女の子キャーキャー言うて、ほらプレゼントでね、企画で競争し合った時も、はい、あ、そうか、翔太君圧倒的な、あ、そうなんですね。もう募集のあれで、そうだ、私が負けてしまいました。よし、なんか勝負しようぜ。他のやるか、翔太君おるか、絶対勝てる。これ勝てる。票数稼げる。票数稼げる。絶対勝てるぞ。でも続きおるからわからんよ。いや、なんでですか。俺はマイナスの方向にはいかないですよ。なんとも思ってない人は。いや、炎上するやん。いや、まあまあまあ、炎上、もう最近はやってませんよ。ほんま本当に、やってませんよってのもあるんですけど。意外にラジオ聞いてはって、はい、記者の人が。あ、なるほど。結構、余計なこと言ったら記事になってるよ。冬って記事になってんねん。